PDGFB、ヒューマン、結晶板由来成長因子とは主に、肝陽系細胞の郵送及び増殖などの調節に、関与する増殖因子であり、PDGF、VEGF ファミリーに属する。主に巨核球によって産生されるほか、結晶板のアルファ化流中にも含まれる。後の研究により、PDGF は、上皮細胞や内皮細胞など様々な細胞によって、 産生されることが分かっている。PDGF には PDGFA、B、C 及び D の少なくとも4種類が存在するが A 差及び B 差はジスルフィド結合を形成することによりホモあるいはヘテロに両体構造を取り3種類のアイソフォームを有している。PDGF はチロシンキナーゼ関連型である PDGF 受容体を介してその生理作用を 発言することが知られている。アレクシスカレル。20世紀初頭、アレクシスカレルは、生理食塩水中において、組織を培養しようとすると細胞が、やがて死滅することに疑問を抱き、研究を行った。彼はこの生理食塩水に対して、結晶を補充したり細胞を血清に浸すことによって、細胞の増殖維持が可能となることを発見したが、 結清中にある成分が細胞増殖活性を持つという考えにまでは至らなかった。その後、ハワード・テミン及びレナートドゥルベッコがそれぞれ独立して細胞の増殖に関与する成分が結清中に存在することを見出した。結晶と異なり結清中には結晶板に由来する物質が含まれているためこれが結清のより大きな細胞増殖活性をもたらしている。 可能性が考えられた。1974年にこの血清中の物質が血管ひらな目筋の増殖を促す作用を持つことが分かり、血小板由来成長因子と名付けられた。1979年には PDGF が生成され、その構造も明らかになった。PGDFB は、 サルニクシュウイルスのガン遺伝子 V シスト92%の相当性を有することが明らかになっており、現在では発ガンへの関与が注目されている。また、2000年には PDGFC が2001年には PDGFD がそれぞれ発見されている。PDGFA 及び B は8つのよく保存されたシステイン残機を有しており、これらの残機同士で、 分子内ジスルフィド結合を形成している。カルボキシル元側には PDGF、VEGF ドメインが存在し、網の元側に存在する。株ドメインは PDGFC 及び PDGFD に見られる。株ドメインはおよそ110個の網の酸から構成される。PDGFA 及び B は網の元側のプロドメインを切断されることにより、 活性化を受けてから分泌される性質を持つ。両者の成熟体の間においては互いに60%の相当性を有している。プドゲフェ遺伝子の転写機構には6番目のエキソンにおける選択的スプライシングが存在し、細胞内においては一般に単型が多い。PDGFCE 及び D は分泌された後に、網の元側の株ドメインの切断除去を受けて、 他のアイソフォームと同様に、ホモに両体を形成するが、ヘテロに両体を形成し得るかについては、よくわかっていない。PDGFRβ の構造。チロシンキナーゼ関連型受容体の一種である PDGFR には、構造的に類似した2種類のサブタイプが存在し、それぞれ PDGFRα 及び β と呼ばれており、 人の染色体では4911から12、5931から32に位置する。プジフラ及び PDGFRB 遺伝子は互いに構造が類似しており、それぞれ約69キロビット、約43キロビットの長さを持ち、23個のエキソンを有する。プジフラ遺伝子は肝細胞増殖因子受容体である C キットをコードする遺伝子と、 PDGFRB 遺伝子は CSF-1 受容体の遺伝子と位置、構造が近く、同一の遺伝子から進化したと考えられている。いずれのサブタイプも5つの免疫グロブリン様ドメイン、細胞外に有し、さらに1つの細胞膜貫通ドメインと、細胞内にはエフェクター分子やアダプター分子の結合に必要なドメインを有している。 通常これらの受容体タンパク質は、細胞膜上に単量体で存在しているが、リガンドの結合によって、PDGFR をはじめとした、チロシンキナーゼ関連型受容体は二量体を形成することが知られており、PDGFRααα、PDGFRαβ、PDGFRββ の3種類の組み合わせが存在する。 これらの複合体はそれぞれリガンドに対する親和性が異なり、各 PDGF に両体がどの受容体を活性化しうるかについて以下に示した。リガンドとの結合により PDGFR のチロシン残機が自己リン酸化を受け、SH2 ドメインを有するシグナル伝達分子との結合部位となり、下流へシグナルを伝える。PDGF は細胞輸送や 形質転換等を引き起こし、胎児の成長や血管申請にも関与していると考えられている。血管や繊維目細胞では炎症及び総症中の過程において、PDGFRβ の発現が上昇することも報告されている。また、PDGF はある種の疾患の進行に関与しており、PDGF 及び PDGFR の過剰発現は、 アテローム性動脈硬化や繊維増殖性疾患の発症と関連がある。さらに、PVDF は細胞周期を G1S 期において制御している。ニューロンやグリア細胞は PDGF 及びその受容体を発現しており、分化、増殖を促している。ありがとうございます。